ドジャースの山本由伸投手が13日、マリナーズとのオープン戦に先発登板。3回まで37球で5奪三振の無失点と好投。しかし4回に4連打を浴びるなどに失点した。山本由伸の攻略法、そういうことか。ファーストストライク決め打ち。今ポランコ、ガーバー、ハニガー、フランスが4人連続でそうやって、無視満塁から2点取れた。1巡目は完璧で2巡目にはアジャスト、特に速球を徹底して狙われているので変化球の割合増やした方がいいかも。記憶が怪しいが WBC のメキシコ戦もこんな感じだった気がする。山本由伸1巡目はフォーシームガン刺さりしてたのに2巡目から全く通用しなくなったな。日本シリーズで阪神タイガースが山本由伸投手を攻略した時もストレート狙いだったから配球変えたら大丈夫だと思うけど、これだけ打たれると少し心配。もしかしたら癖盗まれてるのかも。簡単にファーストストライク打たれたな。球種バレてるんかってくらい。ストレートの球威が足りんのかね。セットポジションでの投球が課題なんでしょうか。なんか狙われてたのか、癖があるのかな。4連打なんてそう簡単に起きない気がするけど。日本だとファーストストライクがストレートでもファールになったり空振りとかなるけど、ストレートに強いメジャーの選手だと一発で仕留められちゃうんやな。生地コントロール良いから逆に狙いやすいのもあるかもしれんね。山本はメジャーでは毎回完封目指すっていうよりも3点くらい取られるけど試合には最終的に勝つっていう今のダルビッシュみたいな感じで良さそう。まあ公式戦ではないので課題を出せればいいか。